ごい。そういいですよね。ブルーですね。ブルーですね。ディスコですか。ブルーな。なんというかなというかね。すごいですね。じゃあまずこちらの方に座ってください。はい。もうダンディーな感じでいきましょうか。いやいや、もうそういうのは大事ですね。はい、そんな感じで普通は緊張しますけどお店でこうもうなんか雰囲気とか小道具があるとあんまりなんか緊張しないで、そうですね、自然に、とかいればね、ですね、自然な感じですよね。見てください、あれここにどんな人が似合うんでしょうね。金色ですからね。あれ厳しいですよ ね、 金色ですからね。ハードル高いですよ。これ虎柄ですからね。似合いそうですけどね。あ、ちょっと役立ちですか。昔よく来てたんで、結構昔ながらの古いマンションとか、はいはい、割と住宅街が多いから、でところどころにポツポツと店があるから、なんとなく落ち着いてて、なんか違う、あれこんなところにこんな店がみたいな意外性があって面白いですよね。 OK、はい、です。はい、じゃあ次はあちらに行きましょう。こちらの壁枠です。はい、今まであの取材の写真とかって言っても大体一つの場所で撮って大体終わるぐらいだったんですけど、今回このお店自体にいろんなコーナーがあるのもあるんでしょうけども、とてもこういい上映シチュエーションの中でいっぱいこう撮ってもらえたんで、なんかあいいなみたいな、すごいなみたいな感じでしたね。はい、じゃあ次あのシャンデリアのあの下で、はい、お願いします。そこに、はい、座ってもらったんで、はい、そこで振り返る感じ。
上の自分に満足しないで、日々新たな自分